Powerful and refreshing, and yet, it's a channel dedicated to maniacal gaming. Protoneta. みんな、お元気？さて、今回の話題はこれ一本。そう、新ロボットのラプター。もう遭遇してるよね。標準装備としてはマグネティック系武器とホークアイだよね。まあこのコンビネーションが一番なんだろうけど、多くのプレイヤーはその枠組みを変えてもっと威力高くもっと強靭にって研究されてるでしょ。そんな中で生まれる失敗作だってあるけど、時折使いこなせれば驚異的なコンビネーションって生まれるよね。そうすると今回のラプターって基本スペックどうなんだろうね。完全にルチャのロボット版、そりゃ扱いやすさ、そして強靭さについては間違いないよね。となると装備する武器がピーキーでもロボットのパフォーマンスがそれをカバーしてくれるよね。ラプターのスロットは重武器1つと軽武器2つ。決して貧弱ではないけど強烈じゃないからね。なのでより強力な威力ってこととなれば、当然射程距離短い武器ってことに。現環境だとそうビリビリ系ってことになるんだね。そしてラプターは敵に近づく方法と近接戦で耐えられる、この両方を備えたロボットだねってことで。それじゃラプターのアビリティとビリビリ系の同時攻撃の威力、どんなものなのか確認しましょう。おう、ノーマルモードのヘンリル 4.7 秒でキルだってさ。ニュークリアスタックはゼロからのスタートなんでね。マキシマムってことになると、防御ポイントあるロボットも同レベルで、ブーストは 1.5 倍以上ってことになるからね。3秒前半ってとこだろうか。それじゃバトルに集中してみましょう。
結局マキシマムスタックに到達しないでこれだからね。ご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。